んどんパフパフでございます。さあキャル様もご一緒にどんどんパフパフいたしましょう。え、ちょっといきなり何？どんどんパフパフって何なの？私にも分かるようにちゃんと説明しなさいっての。実はですね、キャルちゃん、もうすぐ私たちにとっての大切な節目、プリンセスコネクトリダイブ 2.5 周年なんですよ。やばいですね。ですからその日に向けて今から気分を盛り上げているのです。ああ、そういえばそんな時期だっけ。って言ってももう少し先じゃない？気が早いんじゃないの？いいえ、キャル様、こういったお祝いは準備から楽しむものでございます。そうですよね、ペコリーヌ様。その通りです。というわけでカウントダウンの始まりですよ。みんなで一緒に 2.5 周年に向けて盛り上がっていきましょう。どんどんパフパフーって何言わせんのよ。まったくもう浮かれちゃってさ。キャル様もワクワクしておいでのようですね。それでは主様、大切な記念日までどうぞご期待くださいませ。記念日を盛り上げるったって一体どうしたらいいのよ。私そういうの苦手なんだけど。あら、キャルさん、どうかなさいましたか？何かお困りのようですけど。げ、カリンじゃない。なんでもないわよ。そうなのですか？キャルさんのことですから、てっきり 2.5 周年をどう盛り上げたらいいか悩んでいるのかと。分かってんじゃないのよ。いや違うけどね。私は別にそんなことで悩んでないわよ。こういう時は真心を込めて気持ちをそのまま口にしたらいいのではないでしょうか。気持ちをね、それが一番難しいんじゃない。そもそも私は記念日とか別にどうだっていいし。まあペコリーヌもコロスケもやけに楽しそうだったから、こういうお祭り騒ぎみたいなのもたまにはいいかなとは思うけど。なるほどなるほど、キャルさんは美食殿で祝う 2.5 周年を心から楽しみにしているということですね。わぁ、どこ聞いたらそうなるのよ。私は別に楽しみになんか。キャルさんの心からの思い、皆さんにも伝わったでしょうか。私も 2.5 周年が楽しみです。以上、カリンがお伝えしました。心からの思いって何なのよ。勝手に人の言葉をねじ曲げんじゃないわよ、このクソメガネ。ペコリーヌ様、もうすぐ記念日でございますね。こういった節目というのは感慨深いものでございます。いろんな思い出が蘇ってきますね。楽しい出来事がいっぱいありました。はい、そうでございますね。主様も美食殿の活動の他にもいろんなご経験をされたと聞いておりますよ。確かランドソルで話題沸騰となっていた魔法少女なるものにお会いになられたとか。魔法少女って、あの美味しくって栄養たっぷりの大ヒット商品、魔法少女ソーセージの箱に書いてある女の子のことですか？あのソーセージ美味しいんですよね。私もたくさん食べてますよ。あとは、牧場に素敵な温泉ができたとか。牧場ですか？温泉に浸かってチーズもおつですね。考えただけでよだれが出ちゃいそうです。やばいですね。ペコリーヌ様、言ってるそばからよだれが。今お拭きしますね。拭き拭き。えへへ、ありがとうございます、コッコロちゃん。それにしても主様は美食殿の一員として様々な美食と出会われていたのですね。私
感服いたしました。これからもたくさん冒険をして目いっぱい美食を味わい尽くしましょうね。2.5 周年カウントダウン、キャルちゃんキャルちゃん、ワクワクしますね。ああもううるさいわね。まだまだ先でしょ。ちょっとは落ち着きなさいよ。キャルちゃんだって最近そわそわしてるじゃないですか。さっきもご機嫌そうに鼻歌とか歌ってましたよね。聞いてたの？じゃない、歌ってないわよ。あんたいい加減なこと言うとぶっ殺すわよ。私は最近のキャルちゃんがもっともっと大好きですよ。すごく積極的になりましたよね。積極的？何の話を。またまた、アイドルを目指そうとしたことを忘れちゃったんですか？ムーサの街でキャルキャルって。違うわよ。あれは操られてただけで、私はアイドルなんか目指してないっての。本当に本当ですか？私キャルちゃんとっても乗り気だなって思ってたんですけど。まあ悪くはなかったけど。で、だから目指してないって言ってるでしょ。なんてこと思い出させんのよ。ダメだわ、もう殺すしかない。 2.5 周年が来る前に記憶ごと消し去ってやる。2.5 周年まであと10日。案外早いもんね。そうでございますね。その日のためにやるべきことはまだまだございます。気を引き締めねばなりません。やる気十分ね、コロスケ。そんな気負ってるとしんどいわよ。お気楽にやりましょう。キャル様、ありがとうございます。キャル様は本当に優しいお方です。何わけのわかんないこと言ってんのよ。私は優しくなんかないっての。そんなことはございません。実は私、キャル様に一つお願いがございまして。お願い？珍しいわね、コロスケがそんなこと言うなんて。まあ私にできることなら別にいいけど。ありがとうございます。実は記念日へ向けて隠し芸というものを用意してみようかと思いまして。隠し芸？はい、キャルキャルーンを参考にコロコローンというご挨拶を考えてみたのですが、ポーズがうまくいかなくて。ちょっと褒められていい気になって損したわ。ふざけんなふざけんなふざけんな。あと9日、もうすぐですよ。楽しみで楽しみでご飯が進みますね。ご飯が進みますねじゃない。いくらなんでも食べ過ぎよ。記念日迎えられなくなるわよ。大丈夫ですよ、キャル様。食事は私たちの歩んできた道そのものなのですから。さすがコッカルちゃん、いいことを言いますね。そう、私たち美食伝の活動目的はみんなで楽しく食事をすることでしょ。あれだけ食べ歩いてきたんだから分かってるわよ。はい、そうでございますね。それにしても私たち本当にいろいろなものを食べ歩いてきましたね。そうね、本当にね。毒まみれの偽ドラゴンとか、恐竜は逃げられちゃったっけ。あとワニゴ、ワニの魔物とかね。そしてとうとう本物のドラゴンまで相手にしちゃったのよね、私たちって。信じられない強さだったわね、あのドラゴン。やっぱり作戦はしっかり立てていかないとダメよね。キャルちゃんがいろんなことを覚えていてくれて嬉しいです。私も
鮮明に覚えておりますよ。主様もきっと。当たり前でしょ！忘れないわよ！あんなめちゃくちゃなものばかり食べさせられて！忘れられるわけないじゃない。ねえ、ちょっと待って！カリンから 2.5 周年記念の生放送に出演してほしいって言われたんだけど、なんでそういう大事なことを急に言うわけ？そんなの聞いてないわよ！いっぱい人に見られちゃうのよね。なんで私がそんなこと。声、これで大丈夫かしら。聞き取りにくいかもしれないわね。もうちょっと明るい方がいいかも。こんな感じ。アイス！いや、ないわ。いつも通りが一番ね。うん！もう、記念の生放送なんて超責任重大なやつじゃない！もし何か失敗とかしたら。どうしよう。緊張してきちゃった。主様、私ペコリーヌ様とキャル様と共に 2.5 周年を祝う生放送に出演する大役を仰せつかりました。多くの方々にプリンセスコネクトリダイブの魅力をお伝えする重要な役割でございます。私全身全霊をもって生放送に取り組みたいと思っております。ですが、もしかしたらセリフを噛んでしまったり、段取りを間違えてしまったりするかもしれません。そのようなことがないよう、練習はしっかりしておかなくては。まずは、こちらから、おいっすー。先ほど、キャル様が練習されているのをお見かけしたので、私もと思いまして。いかがでしょうか？良い感じ、ですか？ありがとうございます。主様の温かいお言葉があれば、私は百人力でございます。この大役を無事に成し遂げ、主様に素敵な 2.5 周年を迎えていただけるよう、私尽力いたしますね。おいっすー。今のはちょっと違う感じがしますね。堅苦しかったかもしれません。あと6日で 2.5 周年ですか。この年月がおいっすーの歴史なんだと思うとジーンとしちゃいます。やばいですね。生放送で最高のおいっすーを皆さんにお届けするために頑張らないと。それじゃあもう一度おいっすー。どうしてでしょう。まだ何かが違う気がします。もしかしたらお腹が空きすぎてるとか。今さっき食べたばっかりですけど、お腹が減ってはいいおいっすーは出せませんよね。そうと決まればコッコロちゃんとキャルちゃんを誘ってご飯にしましょう。善は急げです。あ、二人がちょうどいいところに。おいっすー。あ、今のですよ。なるほど。どんな時も自然体が一番ってことですね。この調子で生放送も頑張っちゃいます。2.5 周年まで残り5日ですが、その前にもうすぐ生放送ですよ。コッコロちゃん、準備の方はどうですか？はい、私しっかりと備えてまいりました。万事、抜かりはございません。おー、すごい自信を感じます。いい生放送になりそうですね。あれ？なんだかこのあたり、揺れていませんか？ババ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 。キャル様？お風邪をひかれたんでしょうか？ひどい震えですが。風邪じゃないわよ。これはただ、生放送が楽しみすぎて、わわわワクワクが止まらないだけ。大丈夫ですか、
これは魔物のエキスに薬草にその他いろんなものを混ぜた特製の栄養ドリンクです。これを飲めば体ポカポカで元気いっぱいですよ。こんなアホリーヌ、風邪じゃないって言ったでしょ。どさくさに紛れてそんな恐ろしいもん飲ませんな。キャル様、震えが収まっておりますね。よかったです。私心配いたしました。え、あ、ほんとね。で、だから風邪じゃないって言ってるのに。まあいいわ、この際なんでも。いつも通りのキャルちゃんに戻りましたし、素敵な生放送ができそうですね。今から楽しみです。ランドソルの皆様、こんにちは。生放送の会場設営を担当しています、ギルド管理協会のカリンです。美食殿の皆さんは、間もなく始まる生放送に向けて最後の調整のため席を外しています。頑張っている3人の邪魔をするわけにはいきませんので、ご容赦ください。ですので本日は私から美食殿の皆さんの様子をお伝えさせていただこうと思います。まずはペコリーヌさんですが、何やら大量のおにぎりを食べているようです。栄養は大事ですよね。次にコッコロさんですが、こちらは発声練習をしています。一生懸命小さなお口を開けて声を出す姿が応援したくなりますね。そしてキャルさんは、これは堂々としたものですね。何もせずただ立ち尽くして、あれ、もしかして緊張で気を失って、美食殿の皆さんはやる気十分なようですね。3人とも生放送をいいものにしようと全力で頑張ってくれていますので、どうかご期待ください。それではまた明日お会いしましょう。2.5 周年まであと3日、そして生放送は明日。なんかいよいよって感じね。3人でいっぱい練習しましたし、きっと大丈夫ですよ。ペコリーヌ様に大丈夫と言ってもらえるととても心強いですね。信じすぎちゃダメよコロスケ、こいつは何にも考えてないだけなんだから。ひどいですよギャルちゃん。お二人とも普段通りの様子で安心いたしました。はい、生放送でも何でも全力全開、私らしくぶつかっていくだけです。そうね、おめでたいことなんだし、ここまで来たんなら楽しめるだけ楽しむしかないわよね。私も普段よりも心が熱くなっております。この胸の気持ちをお伝えできるよう精一杯努力いたします。それでは行きましょう。明日の生放送絶対に成功させましょうね。最初の一言は、あれ、キャルちゃん、私なんて言うんでしたっけ。はあ、何いきなりと忘れしてるの。っていうかあんた台本は。忘れてきちゃいました。忘れてきちゃいましたで済ませられると思ってんの。ほら、私2冊持ってきたからこれ使いなさい。マイクとはこんな高い位置にあるものなのですね。背伸びをすればなんとか。ああ、もう少し下げればいいでしょ。これくらいでいい。まったく世話が焼けるわね。あれ、キャルちゃん、後ろ髪が跳ねちゃってますよ。え、嘘、ちゃんと確かめてきたのに。どこどこ。キャル様、動かないでくださいまし。今くしで、はい、治りましたよ。ありがとう。生放送本番までもうすぐなのにこんなことしてる場合じゃないわよね。はい、時間は残りわずかです。ですが慌ただしく動き回るこの時間もなんだか楽しくて。
コロスケ、あんた…って、そうじゃなくて、胸にじんわり来てる暇なんかないでしょ！キャルちゃんの動きがとっても面白いです。やばいですね。きっと、面白い生放送になると、私、確信しております。絶対絶対、間違いありません。見てくれる皆さんが笑顔になれる時間をお届けしましょう。そんなの当然でしょ。誰が見たって面白いって言ってもらえるようにあれだけ準備したんだから。それでは記念日直前生放送、楽しみにしててくださいね。こんにちは、ギルド管理協会のカリンです。昨日の生放送はいかがだったでしょうか。たくさんの笑顔と喜びと、そして驚きを受け取っていただけたのではないかと思います。そしていよいよ明日は 2.5 周年の当日、待ちに待った記念日を迎えることとなります。美食殿の皆さんも張り切ってさまざまな準備をされていますよ。ギルド管理協会も万全のサポート体制で協力してまいりたいと思います。本当に楽しみですね。ギルド管理協会の職員としてだけではなく、私個人としてもこの記念日を迎えられることが心から楽しみですし、幸せを感じています。きっと美食殿の皆さんはそれ以上に心を弾ませていることでしょう。それでは明日からの 2.5 周年をどうぞお楽しみに。準備はいいですか？いきますよ。祝 2.5 周年おめでとうございます。少し前まではまだまだ先じゃないとか言ってたけど、本当にあっという間だったわね。後院矢のごとしとはこのことでございますね。でも今日という日を無事に迎えることができてよかったです。コッコロちゃん、ケルちゃん、落ち着くにはまだ早いですよ。盛り上がるのはこれからです。ほんと、あんたはいつも全力全開ね。でもそうね、記念日なんだしパーッと行きましょう。ええ、私も全力全開で参ります。主様、さあどうぞ手を取ってくださいまし。あんたもコロスケも浮かれて転ぶんじゃないわよ。仕方ないから私も手をつないであげるわよ。ああ、二人ともずるいです。私もキュー。ちょ、ペコリーヌ、くっつきすぎよ。記念日だから平気平気。やばいですね。意味わかんないわよ。このめでたき日に喜びが溢れておりますね。主様はいかがでしょうか。喜んでいただけているならば、私はとてもとても幸せでございます。さあ 2.5 周年を楽しみ尽くしますよ。まだまだ食べたいものもありますし、やりたいこともたくさんです。わかったわかったから引っ張るんじゃないわよ。そんな掴まなくてもちゃんとついていくから。ペコリーヌ様、キャル様、ハルジ様、共に参りましょう。どこまでも。はい、それでは 2.5 周年食べ尽くしツアーへ、そしてその先の未来へ向かって出発しましょう。 2.5 周年ありがとうございます。解析を開始する。メモメモ、情報はすべて記録した。